第1ラウンドがスタートしました。いきなりです。サウスポーの深夜、まあ、いいですね。お互いアグレッシブで1ラウンドから、右打っていきます。選手の表情がまたいいですね。そうですね、はい、もうやってやるって感じですね。海を浮かべながらしっかりと中央を取って攻めていこうという感じで、一方の渋谷選手は割と肘を出してた、まあ、フットワークを使いながらやってくる選手なんですが、オンビー菊池が当てました。ローキック当てる、いいですね。手が長いですね。菊池選手はね、手がやっぱ長いんで、はい、シェーン選手はまだちょっとその距離感がつかめてない感じですね、はい、フットワークはいいですけど、やっぱりパンチ入っちゃってるんで、はい、おー、1人出入りがやっぱフットワークはいいですね、はい、右、ナイス。ただ菊池も右当てる。さあここ右当てる、手前に貼る、おー、ナイス。そして肘の打ち合い、おアグレッシブ、いいですね、アグレッシブさが、はい、菊池選手はオラオラ系ですね。そうですね。あ、そして動かしていった。アマチュアでは2勝2敗という成績を持ってプロに上がってきたという菊池、これね、喧嘩ファイトでやってやろうって感じじゃないですか、はい、はい、おー、ハイキック、ただここはブロックをしています。そして遠距離右、ちょっと今アッパー。シェンヤ選手はね、結構やっぱりしっかりと練習してるっていう感じの、はい、あのスタイルなんで、正統派の、はい、あのキックボクシングっていう感じですね。まあ、元々は柔道を、10年ぐらいやっていたんですけれども、まあ、そこからプロ選手の練習する姿を見て柔道時代の闘志が蘇って、キックやってみようと思ったというのがそのシェンヤ選手。あ、そうなんですね。そうしたらやっぱり柔道構えっていうのもあって、はい、右サウスポーって、もしかしたら右利きのサウスポーかもしれないですね。あ、そうですね。だから、やっぱり右フックが得意なのかなって思っちゃいますね、はいはい、入ってくるところはちょっと気をつけたいですよね、キッチはね。そうですね、はい、まあ、当然その、構える時の、ね、手で持って、それをそのまま適用するとこうなるわけですよね。そうですね、はい、右、いいパンチ、でもね、菊池の右ですね、右ストレート、また行った。今の三日月蹴りみたいなのも、いいですよ、はい。このパワーで何か飲み込んでいこうという菊池。そうですね、はい、まあ、攻撃は雑なんですけど、やっぱり当て感もあるんで、でやっぱり相手のこう打撃を恐れてないっていう入り方が、はいはい、やっぱ狙えるんですよね。ヘドロを返していくシニア、まあ、こうやって左の技術は、ね、感じる選手なんですね、シニア選手ね。そうそうですね。ただここで詰めていって、右ストレート、右の当て感いいですよ、手がねやっぱ長いんですよね、はい。第1ラウンドが終了しました。右の拳を突き上げて応援団にアピールをしていました菊池拓人。この1ラウンドに関してはどんな印象だったでしょうか。まあ、多分菊池選手のやっぱり、はい、クリーンヒットっていうのがやっぱり印象強いんで、はい、ちょっと有利なのか優勢なのかなとは思うんですけど、正直1ラウンドで俊也選手、菊池選手の右、やっぱり同じような攻撃なんで、だんだんあれ多分慣れて見えてくるようになるんですよ、はい、そうすると多分2ラウンド3ラウンド当たんなくなるんじゃないかなって見てます、僕は。そうすると、まあ、菊池がどれだけ他の引き出しを持っているか、はい、そうなんですよ、引き出しが多分ね、はい、少ないと思うんですよ、あのスタイルだと。あ、なるほど、はい、そうするとちょっと1ラウンドだけですぐに判断するのはまだ早いと、はい、いうことですね。他にね引き出しがあるのかなっていう楽しみもありますね、はいはい。まあ、ただ今もねもうすぐに飛びかかっていこうとし、はい、ね、せんばかりの感じです。そうやっぱこういうそういう気持ちはねすごい大事なんですよね、お右ストレートから入っていく、あでかわして、おここはシュニア返していく、シュニアも肘もあるんでね、やっぱりこの入っていく時の返しなんかはシュニアだいぶ対応されている感じもあります。そうですね、はい、ロキック、まあ、この辺も混ぜながらという感じですよね、菊池はね。そうですね、はい、シュンヤの方がバリエーションはあるんで蹴りも打てるし、だからもうちょっとね蹴りを使ってもいいのかなと思います。ミドル高い蹴りを、はい、あ、はい、で相手の腕を潰すっていうのもちょっとセオリーなんで、右の、ね、腕を蹴っていったら右のストレート出づらくなるんで、はい、今ダブルミドルいいですね、はい、あれが結構、ね、いいですよ、少し試合の流れが変わってくるか。第2ラウンド、ボディ
ストレート、バリエーションありますよね。そう、バリエーションある方がラウンド重ねると強いんですよ、やっぱりバリエーションがない木口選手はどうしても、ね、八方塞がりになっちゃうんですよね。このラフファイトを続けるしかもうないんですけど、右、しかしその勢いでもって制するのか。さあ、鶴田、そして右フック、ナイス、何かもうパワーで一気に潰してしまうのか、それともという、でももうね、そのスタイルをもう貫くしかないんで、もう、とりあえずそれでね、気持ちでもう勝つしかないですね。ただこういう意外とあの全然違うタイプの2人って噛み合うんですよね。そうですね、だからこの、まあ、ラフファイトとテクニック型と、ちょっとあの面白い試合にね、やっぱなりますね。おお、ここはしっかりとローキックとミドルと使い分けながら、そしてまたロー、そして左のストレート、シーラが自分の何かキックボクシングをしっかりと見せ始めています。サークリングしながらハイキック、そうですね、右ストレートを狙ってます。やっぱり、ね、あの1回ラウンド終わってあのセコンドの指示とかを聞いたとき、もうちょっと冷静にやれとかってやっぱなると思うんで、なんかそこでなんか指示をちゃんと聞いてるっぽい感じの動きですね。あ、はい、シュネ選手、そう、シュネ選手は、だからやっぱり1ラウンド目より多彩になったし、やっぱりあの相手 あのスタイルが、あ、こういうスタイルだっていうのがもうセコンドも分かってるから、あ、もうこれ大丈夫だっていう感じの戦い方してますね。まあ、菊池の方はまあセコンドからコンビネーションという風な、ね、指示は飛んではいるんですけど、どうしてもちょっと今単発にはなってますよね。そうですね、でもまあ、ね、コンビネーション型ではないんですよ、もうこの立ち方から、力み方だから、もう単発型なんで、もう右をほら、あ、そうですね、右の一発狙いっていうのを、もうそれで来ちゃってるんで、でもこの段階ではもう、新谷選手の方は見極めていると。そうですね、見極めてますね、第2ラウンドが終了しました。そうするとこのラウンドに関しては、はい、そうやっぱり俊也選手がちょっとテクニックで翻弄してる分、ちょっとポイント取られたかなと、でも木口選手もね、もう貫くしかないんで、ここだったからそれが、まあ、面白さでもありますよね。あのスタイルで最後ドカンと当てれば、一発逆転っていう感じになるんで、まあ、確かにあの一度ね、奥の方のコーナーに詰めて右を当てたシーンなんかはありましたんで。そうなんですよ、いやでもこの試合は完全にタイプが違う2人で、まあ、こういう2人が向き合ってあの試合が成立するっていうのもキックボクシングの面白さですね。そうですね、今日は、2試合目ライト級3分3ラウンドお送りをしていますけれども、菊池拓と赤、そして青俊也 JSK、 この両者の対戦です。まあ、もうこれ最終ラウンドなんで、逆にこの菊池選手の気持ち、どんだけその自分のね、地力を出せるか、ロキから入っていきます菊池。当然右は当てたいんだけれども、そこに行くための布石をどういうふうに菊池は打てるか、右当てていきます。で肘筋トレでいきます。中野ミドル、ちょっと菊池の方ですけれども、鼻から出血も見られるようになってきました。詰めていくミドル、今もあの左を見せながらのミドルでいいですね。そうですね、はい、右ストレート、ただ一発はあります。そうそうそう、やっぱどうしても一発狙いはね、難しいんですよ、まあ、正直あのデビュー戦も同じようにちょっと空回りするような、ね、感じで、まあ、空振りが多かった印象があった、菊池なんですが、まあ、そのあたりがちょっと、終盤になって出始めていますが、ここもちょっと右は見かれ、ただ近場で打った。やっぱりね、下に散らしてオーバーハンドを狙うっていう作戦で来てるって言ってたんで、まあちょっとローが足んないかなって思いますね。あ、そうですね、やっぱ相手がサウスポなんで右のオーバーハンドを当てやすいんですけど、ちょっとローが難しいんですよね、剣道が。あ、なるほど、はい、あ、そして左ストレート、まあ、対サウスポーというところの難しさも当然ね、菊池選手にあるわけですよね。そうですね、この首相撲の展開に関してはここまでどうご覧になってますか。もう菊池選手は何気に首相撲、膝っていうよりはなんかそのパンチで、総合のなんかもうそのクリンチのパンチを打ち方がうまいんで、あのちょっとラフな感じですけど、あれはいいと思いますよ、そうそうそう、こうくっついてげんこつみたいな感じでゴン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 打っていくっていうのが大事ですね。まあ、どんな打撃でも、ね、こうしっかりと当たれば
ダメージパンチになる可能性はありますけれども、そうですね、はい、もう倒すしかないんで、もう行くしかないですね、前に。さあここはお互いに打ち合いになる。深夜もそれにある程度応じている。ミドル、深夜がミドルを当てていきます。で前にとにかく入っていく、アッパー打っていく、ただ膝を返す深夜。もうなんか組みながら暴れるっていう感じの気持ちですよね。隙あればね、はい、右を当ててやろうっていう、やっぱ本当右一本って感じですね。でも、はい、まあ、逆にあの右が確かに素晴らしい才能があるんで、はい、ここがね磨かれてくるとまたより良くなりますが、あの試合今肘のタイタが、そして左ストレート、はい、あ肘ね、やっぱ怖いですね、右に対しての右の肘がちょうどクロスになるんで、あれはちょっとあの狙われる感じですね。距離が近づいてるのでもシュウヤ狙ってますからね。そうですね、はい、ミドル、シュウヤが当てる。ただ激戦にはなってます。残りは5秒、う、ね、うん、熱い試合ですね。第3ラウンドが終了しました。深夜が両の拳を突き上げて、おそらく分かったかなという表情をしていますけれども、いかがでしょうか。いやでも市原ジムの第1試合目、第2試合目と、あ、こんなに熱い選手がいるんだ、さすが市原ジムだなと思いました。なんていうんですかね、あの格闘技に必要な精神は持ち合わせている選手ですよね。やっぱり、あのやっぱ市原ってそういう、人間が多いというか、はい、まあ、やっぱり、はい、そういうのがやっぱあってよかったなと思いました。やっぱり伝統あるジムですしね。そうですね、はい、やっぱ気持ちがね、やっぱ何よりも大事なんで、はい、勝者はやはり新谷圭介。はい、新谷選手もね、あ、初勝利ということでおめでとうございますですね。はい、うまくしっかりと戦えて、このラフファイトをね、やっぱりうまく制せれたっていうのは大事だと思います。判定は2対0という判定になりました。深夜 JSK、 いやー、ね、前回はその1対0で引き分けだったんで届かなかった勝利が、今回は2対0で転がり込んできた勝利、よかったですね。やっぱ初勝利は、ね、本当嬉しいと思うんで、はいはい、まあ、でも木口選手も、ね、全然悪くないですよ。気持ちがやっぱ見えたんで、はい、まあ、もう一回見たいなって思わせるような選手なんで、まあ、やっぱそれが大事ですよね。もう別にいいやっていうタイプではない、あ、もっと見てみたいな、もう一回見てみたいなって思うんで、非常にいい試合でした。ライト級3分3ラウンド、勝者は2対0の判定、青、深夜 JSK がプロ初白星を飾っています。